皆さんこんにちは、吉岡です。ではアプリの紹介をしようかと思います。今回はですね、デフォルトで入っている電卓ではなく、僕がダウンロードして使っている電卓をご紹介します。まずデフォルトで入っている電卓なんですけれども、この電卓がデフォルトで入っているものになります。まあ 58+69 は127とか、まあこれは普通ですよね。まあ、ただアップストアの方行くと、もっと高機能な電卓がたくさんあるんですね。その中でいくつか気に入ったもの、いくつかもうすごいたくさんあれですけどね、ダウンロードしましたけどね、まあ、今ある中でもこれはソロ版とかですね、あともっと科学的な計算ができるものとかですね、なんかいろいろ、あとその日本円とか、その冷凍とか、まあそういったもの、ドルがどうのこうのとか、ユーロがどうのこうのとか、そういったものを計算するものとかたくさんいろいろあるんですけれども、まあ一般的に使うものとして僕が気に入っているものをご紹介したいと思います。こちらの電卓になります。まあ、ちょっと丸いボタンで可愛いかなと思うんですけれども、これの面白いところがですね、メモみたいにですね、貼り付けをすることができます。例えばですね、家計簿をつけていましたとしますね。今日は例えば、まあ値段とかわかんないですけど、きゅうりが120円、トマトが200円、お菓子で150円、それからまあちょっとそうですね、薬局で目薬を買いました、520円、まあ普通に990円と出ました。そしたらですね、合計をドラッグするとなんとこんな感じで貼り付けができるんですよね。で、例えばですね、おとといの買い物レシートがあったとしたら見てみましょう。おとといはまず電車賃で150円、まあ、今何でも適当に言ってるんですけど、お菓子を買いました、200円、ちょっとレストランで外食をしました、1350円、そしたらおとといはまあ1700円使った、ただ昨日は990円、おとといは1700円と簡単にわかるんですよね。さらに5日前のレシートを見てみましょう。5日前は、例えばじゃあお出かけをしました。まあ、ディズニーランドでもいいです。ディズニーランドで、まあ総額でいくらぐらいかな。まあじゃあ12000円を使いました。ちょっと洋服買っちゃいました。5600円。で、まあ帰りにスーパーで、キュウリを買いました。またキュウリ、いくらだったか忘れちゃったけど、まあ適当にちょっとやりますけどね。ただまあ17720円使いましたと。でこれでなんかなんとなくこうメモしておけば、さっきやった計算が見ることできるんで後々便利なんですね。さらにすごいのがですね、ここに緑のボタンがあります。これをクリックするとメモしたものの合計が一気に計算されるんですね。まあ、990円と1700円と17720円ありますね。まあ、例えば昨日と一昨日と、5日前でしたっけ?のものを全部、えいと合計すると2410円と出ました。
まあ、さらに計算続ける場合はとりあえずここに置いといて、なんかいろいろ計算進めると、さっき3つの合計なんだっけって言った時にすぐに2万410円だと見ることができる。これ非常に便利な電卓だと思います。皆さんもぜひ使ってみてください。ではまたチェックしてみて、いろいろなアプリをダウンロードしていただけたらと思います。